府出身高校2年生16歳のアメリコと松葉彩香です。はい、早速なんですけど、おむすびコロリンを読んでいきたいと思います。いつものようにおじいさんは山へ薪を取りに出かけていきます。腰につけた包みにはおばあさんが作ったおいしいおむすびが3個入っています。おじいさんは一生懸命薪を取りました。おや、もうお昼か。お腹がペコペコだわい。おじいさんは切り株に腰を下ろしておむすびの入った包みを開きました。ではいただくとするか。おむすびを取り出した時です。うっかり手が滑って落としてしまいました。おむすびは坂をどんどん転がっていきます。おーい、おむすびやーい。コロ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 、止まりません。やっとおじいさんが追いついた時、おむすびは穴の中へストンと落ちてしまいました。穴の中を覗いてみましたが、暗くて何も見えません。やれやれ、もったいない。すると穴の中から可愛らしい歌が聞こえてきたのです。おむすびコロリンすっとんとん、コロリンうれしいすっとんとん。聞いていたおじいさんはなんだか楽しくなってきました。もっと歌っておくれ。おじいさんは残った2つのおむすびを次々と穴に転がしました。おむすびコロリンすっとんとん、お餅をつきましょすっとんとん。おじいさんは踊り出します。おじいさんはあの楽しい歌がもっと聴きたくなりました。でももうおむすびは一つも残っていません。おじいさんは穴に呼びかけました。おむすびはもうないよ。するとどうでしょう、ストン。おじいさんの体が穴の中に転がり落ちていきました。じいさんコロリンすっとんとん、おむすびじいさんコロコロリン。あの歌が聞こえてきました。気がつくとそこはきれいな大広間でした。たくさんの白いネズミが楽しそうに餅つきをしています。年寄りの白ネズミがおじいさんを出迎えます。おむすびをありがとうございました。私たちは歌うのが大好きな白ネズミです。お正月が近いので餅つきを始めたところです。どうぞゆっくりご覧ください。そう言うとおじいさんを席に案内します。歌ってぺった、踊ってぺった。愉快な餅つきが終わると、ごちそうが運ばれてきました。おじいさんは、後ろネズミたちとごちそうを囲み、歌や踊りをたっぷり楽しみました。ネズミさん、今日はありがとう。そろそろ帰ります。じゃあ、お土産をどうぞ。白ネズミは、おじいさんの前に、二つのつづらを運んできました。大きなつづらと小さなつづら、どっちがいいですか？私は年寄りだから、小さなつづらをいただきますよ。それから白ネズミは、尻尾をおじいさんに握らせて言いました。さあ、目をつむってください。はいはい、つむりましたよ。気がつくと、いつの間にかおじいさんは穴の外にいました。家で帰りを待っていたおばあさんも話を聞いてニコニコしました。まあ、楽しそうですね。お土産のつづらを開けて二人はびっくりしました。なんと、小判がたくさん入っていたのです。これを聞いた隣の欲張りじいさんは小判が欲しくてたまりません。へへ。わしは大きなつづらの小判をもらってくるか。早速小さなおむすびを一つだけ持って出かけました。小さなおむすびを穴に投げ込むとかわいい声が聞こえてきます。
おむすびコロリンストントン。欲張りじいさんは待ちきれなくなってストン、鼻の中に飛び込みました。まもなく欲張りじいさんは大広間に着きました。白ネズミたちが餅つきをしています。さあおじいさん、ごちそうを食べてください。おお、どんどん運んでこい。欲張りじいさんは踊りも見ないでごちそうを平らげてしまいました。広間の隅に二つのつづらが並んでいます。あれが小判が入っている大きなつづらと小さなつづらだな。よーし、ネズミを驚かして小判のつづらを全部取ってやる。欲張りじいさんはなんと猫の鳴き真似をしたのです。にゃーにゃー。白ネズミたちは大騒ぎです。みんなが騒いだので穴の中はもう大変。ガラガラガラ、パッターン、グスン、プラン。柱や壁が崩れ、あたりは真っ暗になりました。これではつづらを持ち出す暇もありません。欲張りじいさんはやっとこさっと穴から這い出しました。ふう、欲張るんじゃなかったわい。顔は土だらけ、着ていた服もボロボロです。優しいおじいさんとおばあさんはつづらの中から出てきた小判を貧しい村人に分けてあげました。ああ、ありがたい。ありがとうよ。村人はとても喜びました。おじいさんとおばあさんは村人に感謝され、いつまでも仲良く暮らしました。おしまい。